不思議実験キットのプチ研究シリーズの中の色が変わる水ということで、酸性、アルカリ性、中性の実験をしていきます。はい、まずですね、こちらは、はい、すごいね、赤紫色になっておりますがね、はい、こちらはですね、そうですね、タフダー A を入れて書き目指す、ね、混ぜたものですね。タフダー A とは、これは赤キャベツの色素でございます。はい、赤キャベツの色素の中には、天然色素であるアントシアニンの仲間が入っています。はい、まず こちらを最初、まず勉強します。はい、赤キャベツの、ね、色素はの中に、アントシアニンの仲間が入っていて、この、ね、アントシアニンという色素仲間が入っているので、この色素が酸性、中性、アルカリ性の時にそれで、特有の色に変わるの でですね、液全体の色が変わるというのがこのということでね、これを利用してですね、酸性、アルカリ性、中性を判断できるという、ね、そういう仕組みを利用してね、ちょっと酸性かアルカリ性かっていうのをね、見ていくことができるということですね。アントシアニンは酸性の時赤色になり、アルカリ性の時に青色になります。はい、これが複数です。この中にアントシアニンっていうのが入っててね、こちらはですね、酸性の時に赤色になり、ね、アルカリ性の時に青色になります。はい。それでは、まず実験です。はい、こちらは、クエン酸を溶かしたものです。クエン酸を溶かしたものの中にこの、アントシアニンを入れていきます。はい、そうしましたら、はい、これ何色ですか？赤ですよね。はい、アントシアニンは酸性の時に赤色になります。よってクエン酸は、赤色に変わったので酸性です。はい、懐かしいですね、こういう実験しましたね。はい、実験好きにはたまらないですよね。はい、次こちら、これは、重曹を、ね、溶かしたものです。はい、こちらにまた、こちら入れていきます。アントシアニンですね、アントシ。おお、すごい。何色ですか？綺麗な青ですね。はい、アルカリ性の時に青色になります。アントシアニンはアルカリ性の時に青色になります。つまり、この重曹は、アルカリ性です。はい、こんな感じで、ね、懐かしいね、酸性アルカリ性の実験ができました。はい、もう一回復習します。赤キャベツの色素の中には天然の色素であるアントシアニンの仲間が入ってます、ね、この色素が酸性の時はね、この赤色になりますよって、クエン酸の中に入れると赤色になりました、アルカリ性の中に入れると青色になりますよって、重曹の中に入れると青色になりました。はい、な感じで、懐かしいね、学生の時を思い出すようなね、理科の実験ができました。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。